皆さんお疲れ様です。タクです。今週も動画を撮っていきたいと思います。今週はご報告の動画となっておりまして、タイトルにもある通りだとは思うんですが、私、2024年3月3日に開催される東京マラソン2024で走ることになりました。これはですね、私が東京マラソンの運営の方からお声がかかって走るとかそういうかっこいいことではないんですけれども、自分で応募して走ることを決めました。ただですね、一つ先にお伝えしておきたいのが、決して YouTube のネタにしたいから走るとかそういった考えがないです。そもそも東京マラソン含めいろんなスポーツのイベント倍率すごい高いです。走りたい方が走れない状況の中でそういった YouTube のためだけに応募したというわけではございません。僕ですね、ずっとサッカーを幼稚園から小中高とで大学も一応やってたんですけれども、大学を卒業してというか、部活を引退してから約10年、本当に皆さんが想像を超えるほど運動をしない男なんです。はい、本当に年に1回体を動かせばいい方で、年に1回も体を動かさないということもあったと思います。で、食生活はそれなりにいっぱい食べますし、電車の音すごい、なんか最近僕が撮る撮影スタジオがなんか結構電車の音が干渉するところ、本当申し訳ないんですけれども、 BGM で書き消していきたいと思いますが、本当にね、怠惰な生活を送っているなと、ここ数年前から感じておりました。年齢とともに自分の体が変化しているのもありますし、あとそもそも僕が何かを続けたりとか、何かこう自分があまり得意ではないというか気が進まないことをチャレンジすることにすごく苦手なところもあるっていうのを自覚していて、で別になんか走ること自体が苦手とか絶対嫌だっていうわけじゃないんだけど、東京マラソンというある意味大舞台で、自分が体を動かすことをまた始めて、健康のこともそうだし、こういうなんだろう、自分の性格とか、性格と生活だね、この両方をちょっと改革したい、変えたいなというふうに思って、東京マラソン2024に応募して、なんと通ることができて、走ることができることになりました。正直、これは本当に言い訳にしか聞こえないと思うんですけど、最近僕はインスタライブだ、ツイキャスだっていう生配信のアプリでの皆さんとの直接コミュニケーションが取れることをほとんどこの1ヶ月ぐらいはやってないと思うんですけれども、理由としては仕事が終わった夜走っていたりですとか、土日も音楽のレコーディングやら何やらだった後夜走っていたりですとか、本当にこの東京マラソン生半可な気持ちでは、10年運動していない男、30歳男が 42.195km 走れることはございません。いくらサッカーをずっとやっていたとしても無理です。学生時代、幼少期からサッカーをやって積み重ねてきたものをこの運動しない10年でむしろマイナスぐらいまで運動能力を落としてると思ってます。もうほんと最初の練習の時なんて5キロ走っただけで足がガクガクで、もう翌日筋肉痛すごいとか、もうなんなら5キロ走る時もゼーゼーでしんどかったです。ほんとね、少しでも自分の生活、性格をちょっと変えたくて、今回チャレンジをしたくて応募して、ありがたいことに走れることになったので、せっかくならばということで頑張って練習もしてました。で、どうね、42.195キロはまだ未知の世界だから、どうなるかっていうのはまだわからないんだけれども、それこそ本当にせっかくならばという意味で、僕はこういうことをやってるんだとか、僕はこういうチャレンジをしますっていうのを届けられる場所として YouTube もあるかなと思っているので、今週はこの YouTube で東京マラソンに出るよっていうことをお伝えしつつ、東京マラソン本番の日の様子とかも3月3日の後にね、どんどん動画として出していこうかなと思っておりますので、そのあたりもお楽しみにしていただきつつ、来週から、歌動画上がっていくんですけれども、マラソンにまつわる歌が来るかもしれないね。はい、ということでちょっと匂わせもさせていただきつつ、東京マラソン2024を楽しんで、そして皆さんに楽しかったよと報告できるように頑張りたいと思いますので、本番がちょうどこの動画が上がるから約 来週か1週間後かになるんですけれども、ぜひその結果を含めてまた動画、そして僕の発信を楽しみにしていただけたら嬉しいなというふうに思います。
ということで今週は僕が東京マラソン2024号走るよというご報告でございました。変な動き。ということで来週の動画もお楽しみにしていてください。ぜひチャンネル登録まだしてないという方はチャンネル登録、そしてこの動画への高評価やコメントもぜひよろしくお願いいたします。ということでまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。走るよ。